はいどうも、波よりです。はい、今回ですけども、このマイクラブでね、使えるレジェンド選手たちをウィーニングイレブン2021にね、導入する方法について今回解説していきたいと思います。はい、でね、今回のね、レジェンド選手たち導入することでね、マイクラブで、レジェンド選手ガチャでね、獲得しなくてもね、こうやってオフラインでね、使えますのでね、ちょっとこの方法をね、皆さんにお伝えしたいと思うので、ぜひ最後まで聞いていってください。はい、ということで、プレフォーの画面から一回離れてパソコンの画面に行きます。で、パソコン開いたらツイッター開いていただいて、このマンティスさんって方がいるんで、この方のこの固定されたツイート、ここにダウンロードヒアってあるんですけど、これの右にあるね、この URL、 これをクリックします。でクリックしたらマンティスさんの動画に飛ぶと思うんですけど、このね、概要欄に書いてあるこのディスカレージダウンロードヒアということで、これがリンクですね。まあこれメディアファイヤーとかメガとかね、 Google ドライブとかいろいろあると思うんですけど、ご自身の好きなね、ダウンロード先でね、いいと思います。で今回はメディアファイヤーからね、ダウンロードしたいと思います。ということで、ここのリンクを開いたら、この画面出てきます。で、この画面出てきたら、ここのダウンロードをクリックします。で、なんか画面出てくるけど、これ消します。消して、ここにね、ダウンロード、今ダウンロードしてるんで、ここのダウンロード終わったら、ダウンロードしたものを、ここのね、WePass ファイル、ご自身の持ってる、あの、USB メモリーの WePass ファイルに入れます。はい、そしてプレフォーの画面に戻ってきたら、先ほどね、レジェンドのデータを入れた USB メモリーをプレフォーに挿します。そして挿したら、インポート、エクスポートを開いてください。それで、チームインポートですね。チームインポート開いて、OK。で、自分の USB メモリー読み込みます。で、ここにレジェンドパック1、2と入ってると思うんで、これを入れますね。これを2つチェックですね。すべてのファイル選択で詳細設定で、選手情報を、在籍情報を適用するにチェック入れます。同名の画像ファイル上書きはチェック入れなくて大丈夫です。で OK 押します。でインポートが完了しますと、 OK で終了しました。はい、でそしてレジェンドのねパック入れたら、チームクラシックからここにね、ヨーロピアンクラシックスとワールドクラシックスあると思うんで、ここにね、まあ、レジェンドのデータが入ってるって感じですね。まあ全部英語表記なんですけど、これはまあ日本語にはちょっとね、自分でね、手入力でもう直すしかないんでね、自分でやるしかないという感じです。まあ、ほとんどねウィーレ2020のレジェンドのデータ入ってるんでね、こんな感じでね、メッシのあのね2021のねアイコニックも入ってますし、そしてロナウドのね、ユーベ時代のねレアル戦のね、 CL のレアル戦のロナウドも入ってますね、これね。でレジェンドのデータ入れたら、まあ、こうやって好きな感じでね、ロナウドをね、まあ、ベースコピーして眉に入れたりできるし、メッシをねバルサに入れたりもできますね。まあ多分今後こういった感じでどんどんね、レジェンドがねどんどん多分追加されると思うんで、今後ねアイコニック多分どんどん出てきてね、今度メッシのあれでしょ、アイコニックが5人出てくるからね、その多分アイコニックのねデータも多分ここに入ってくるんで、それねどんどんダウンロードしてね、マスターリーグとかビカムやれれば、まあすごく楽しいと思うんでね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回レジェンドのね、あの導入方法をねお伝えしてみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ今後ね、こういった紙データの情報だったりね、あと FIFA のモッドの入れ方などもね、 FIFA 版のねモッドの入れ方などもちょっと解説ね今後していきたいと思ってるので、ね、もしよかったらね、チャンネル登録高評価していただけるとありがたいです。はい、でまたなんか質問がありましたら、コメント欄にどんどん書いていただければ波乗りね、できる限りね回答しますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。 See you。